月10日水曜日、今日の一句。ケイトウの十四五本もありぬべし。ケイトウの十四五本もありぬべし。ケイトウという花は綺麗だな。ほんまですね社長。しかし私はあんまりケイトウが好きじゃないんですよ。そうか。それよりひまわりとかの方が好きですね。ああ、そっちのケイトウが好きなんだな。よっ社長、日本一、素晴らしい。ケイトウの十四五本もありぬべし。どこまでもついていきます。解説だよ。病床の四季さんが庭にたくさん咲いたケイトウの花を想像して読んだ句。歌人の斎藤茂吉らが絶賛したけれど、俳人の高浜虚子らはそれほど注目しなかった句なんだって。今日の一句、ケイトウの十四五本もありぬべし。モストのお天気祭時期、また明日。